今回は仙台のスリーウェイのオープン前、今お邪魔しておりまして、勝敗マイティ、常に一杯オールマイティなる三人麻雀です。心の牌ですね。心の牌というんですか、はい、心の牌、はい、まあ、オールマイティ牌が何の牌にもできる牌を一枚持っている想定で行う麻雀です。まあ、一半チャン勝負でやっていきたいと思います。一本勝負多面チャンになったりするんですけれども、分かる方ほとんどだと思うので、解説見ながら動画をお送りしたいと思います。負けたらツイッターアットマークタリンチュってやります。投稿日だけタリンチュってやります。24時間スタッフの女の子を交えて3人でやるんで、はい、トップ取れなかったらタリンチュ入れましょう。はい、勝敗マイティはいつもやってるので勝ちます。絶対に勝ちます。勝敗マイティとは12枚で行う麻雀で、勝敗している13枚目の牌をオールマイティとする麻雀です。略して勝敗マイティ。プレイヤーは皆手牌に心の牌を持っています。勝敗人と書いて他輪手と読みます。通常の麻雀のイーシャンテンが天牌になり、くっつき天牌が強くなります。当院局はシャーチャスタートでドラが3増です。手牌はターズが揃っていますが、一面積もありません。カンチャンペンチャンやカンチャンリャンメンの町などになりそうです。ツも9ピンでペイ切り、いいシャンテンです。リーチ7巡目に正弘選手からリーチが入ります。カンローピンが埋まって転敗、これはカンスーソーと3ピン難のシャボ待ちになります。リーチ急走切って追いかけリーチをすると一発宝珠。正弘選手の町はウッパーピン6球層のリャンメンリャンメンです。面ピン一発イーペイコードラ3で1万8000の失点となりました。当院局一本場シャーチャーでドラが3ピン、パンダを抜いてワンパイからは難、1万からの切り出し。手牌はトイツが4つあります。3万の抜けドラありで勝敗マイティという慣れないルールで手探りで進めていきます。ツもウーピンで難切り、ツもウーソーで初切り、イーシャンテンです。おペイをポンして転敗、ウーピンを切ってイーピンチーピンチーソー待ちの3シャボに受けました。待ちは6枚です。チーピンを切った場合には待ちが8枚になりますが、想像の連続形の変化を見ました。ツもパーソーでチーソー切り、ごめんちゃんです。イーピンチーピンサブロー急走待ち、心の牌を抱えています。これはシャボプラス3面ちゃんです。優香選手から出上がりしペイドラ3、満貫の一本場で9000点の上がりです。ペイドラ38000は計算です。はい、トン2局なんちゃ、ドラはチーピン、鼻牌を抜いて9万切り、手牌は2面通できています。ツもローピンで難切り、ツも3増でイーシャンテンです。リャンメンリャンメンとリャンピン9ピン、ツもチーソーで9ピン切り、パーピンを積もってリャンピン切り、ツもローピンで転敗、リャンウーソーウーピンローピン9ピン待ちです。親の優香選手からリーチが入っています。9ピンを切っていて振り手なのでダマを選択、E ピンをつぼ切りすると優香選手に宝珠。待ちは E ピントンカンリャンゾーのシャボプラスカンちゃんです。リーチドライチで3000の失点となりました。トン2局一本場なんちゃドラが言いそう。3巡目に優香選手からリーチが入ります。ツも一品で現物のパーソー切り、5巡目に正弘選手から追いかけリーチが入ります。宣言牌が優香選手に宝珠、待ちは想像の連続形のくっつきです。イースーチーソーリャンウーソーサブローソーキューピン、リーチダブトンで親の3班は6000点、一本場で7000点の横移動となりました。トン2局2本場なんちゃでドラがリャンピンです。ツも9ピンでイーピン切り、ツもイーソーでイーシャンテンです。スーソーかローソーで高め一通になります。ツも3増で転敗、これはカンチャンカンチャン待ちになります。カンチーピンが2枚切れていてダマを選択、自順にウーピンを積もってリーチをかけます。待ちはカンスーソーとスッチーピンローピンです。カンチャンプラス3面ちゃんです。親の優香選手から追いかけリーチが入ります。うん、10面ちゃんですね。リャンピンと2から9まで、そして急走を一発ツボ、待ちは想像の連続形です。リャンピンとリャンゾーから急走まで脅威の10面ちゃんです。面ピン一発ツボ、ドラ3金花牌裏1、親の倍満で1万2000は1万4000オールの上がりです。
トン2局3本馬、なんちゃれドラがパーソー。優香選手は5万3000点持ち、正弘選手が3万4000点持ち、堀内は3000点持ちの3着目です。つも数ピンで白切り。優香選手が白を切ると、正弘選手が2枚目の白をポンします。初が重なって3と1。手配は愚形残りの重たい形です。ローピンが重なって数層切り。チート1のイーシャンテンです。4000点は7000点です。白、ドラッドラ。この曲は、優香選手がリャンピンを切ると、正弘選手の仕掛けに包従。待ちは、イースーソーリャンウピンで、リャンメンリャンメンです。白ドラドラ、4000点は3本馬で、7000点の横移動となりました。親番中でドラが何です。初をポンして、ロー層切り。手配にピンズが8枚あります。本一に染めていきます。序盤に、正弘選手からリーチが入ります。イーソーをプッシュ。積もられても飛んでしまいます。リャンピンが重なって、ウーソー切り。イーシャンテンです。鼻灰を抜いて、ワンパイからトンをつも切り。ピンズは何を引いてもテンパイです。リャンピンがアンコになりました。9ピンを勝負。待ちは、3ピンチーピンと、ウッパーピンローピン。シャボプラス3面ちゃんです。お初、本一、トイトイ3アンコ、打算。1万2000ゴールです。リーチに押していき、高めのローピンを積も、親の倍番で1万2000オールの上がりです。展望を卓上からしまって、トーン3局の一本馬。親の倍番で2万8000点まで持ち点が増えました。手配を開けてリーパイをすると、6周8敗、トンとペイが統一です。鼻灰を抜くと、ワンパイからは初、チーピンから切ります。手配は自配は揃っていて、国士の3シャンテン、積もローソーでパーソー切り、9万を積もって、ドラの両面ターツを払います。数層積もって、ドラ表示牌のウーソーを切ります。手配は、二トイツ、国士のリャンシャンテンです。ハツが重なって、数層切り、三トイツになりました。トン、ハツ、ペイがトイツで、他の自配は1枚。難が重なります。四トイツになって、9万切り、国士無双を見切ります。ツーイーソーチートイツのイーシャンテンです。自配をポンしていけば、ツーイーソーのテンパイを取ることができます。鼻灰を抜いて、ワンパイからはパーソー、積も切りをします。下茶の高田選手がチューンをつもぎり間に合っていません。手配はまだイーシャンテン。そして、白を積もって転敗しました。ツーイーソーチートイツで、シャーとチューン待ちです。上がれば一発逆転。すぐに高田選手がシャーをつもぎり、親の役番で4万8000点です。高田選手を飛ばし、トップを取ることができました。ではここでツーイーソーでテンパった瞬間を流します。動画をどうぞ。堀内選手、積もって、右端に置いてあった、イーマンを照らし、役満の転敗です。そして、高田選手からシャーでロン、4万8000となります。4万8000は4万9000です。なんかすげえのに刺さった。なんすかそれ、堀内さん。国士崩れです。9万4枚見れて、当たってもチートイでしょって切ったら、チートイはチートイだけど、なんすかそれ。まあ、勝敗前っていうのは3番なので、しかも待ち自体がこれ2種類しかないって、あんまり効率よくなかったですね、初めてやったんですけど。勝敗前っていうでも初めて見ました。結構やってますけど、見たことない。勝敗前っていう終了しました。一半チャン勝負で、私今チートイツツイートの役目上がりまして、7万7000点トップです。正弘さんが箱下マイナス2万8000。俺勝敗前って結構やってるけど初めて見た。あれ優香ちゃんが2着で4万1000点です。対戦ありがとうございました。僕が僕であるゆえん言われそうだな。なんか全然分かってない。それでは今回はですね、ツリーウェイにお邪魔してで、ね、翔平マイティをお送りしました。動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。